皆さん、こんにちは。マイです。ついに、元素騎士オンラインの新しい通貨、ロンドが上場されましたので、皆さんと一緒に価格を見ていきたいと思います。こちらは仮想通貨取引所、バイビットの取引画面です。もう少し拡大してみましょう。ヒゲで 0.61 ドルまで伸びていますが、現在は 0.3 ドル前後のようです。現在の為替レートが1ドル 144.7 円なので 0.3 ドルで計算してみると1枚 43.4 円のようです。 MV の方は急騰して36円なので MV より高値で取引されていますね。まだ初日なので価格は安定していないと思いますが、皆さんが MV をステーキングして得られているロンドの価格が計算できますね。ステーキングというのは利子のようなもので、持っている MV の枚数に応じてロンドが毎日もらえるというシステムです。私はまだ1ヶ月ちょっとしかステーキングできていませんが、 133.8 枚溜まっていました。1枚 43.4 円なので5806円という結果になりました。銀行に預けておいた場合では考えられない金額が溜まっています。皆さんの金額もコメ欄で教えてくださいね。続いて30日から始まるオープンベータ2の情報です。開始時間は9月30日16時から。ついに稼いだミニロンドをロンドに変換できます。ですが変換レートは本番とは全く異なるって書いてありますね。まだ本気で稼ぎに行かなくても大丈夫そうです。その他に新しいエリアとクエストが追加されるようです。またレベル上限を20から30に解放、スキルツリーを追加。かなりたくさんのエリアが追加されますね。新しい敵との戦闘が楽しみです。最後に注意事項です。お金もインポートできますが、テストに終了後に全てなくなってしまうようです。前回はレベル16までしか上げることができませんでしたが、また効率のいい狩り場を探して皆さんにご紹介したいと思います。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。